イエス。いや、マリシャン氏太郎です。あ、やっと。どうも。さて、前回に引き続きといって、ここね、数回、連続でマジシャン、僕の好きなマジシャンのお話をするようにやっておりますが、今回は、第3回目でございますね。今回、はまた、日本でテレビ番組でよく見れたマジシャン、今でも見れますけどね、セロさんをね、ちょっとね、お話ししたいと思います。といって、これね、ちょっとマニアックですが、セロマガジンという、セロさんのパフォーマンスがまた見れる DVD が出てまして、あとこれはシーズン1の、初回限定エディションみたいなやつ の特別封入特典でセロさんの指輪がついてくるやつがあったんでね、ちょっと マニアックというか、あのコレクター気質なんで集めちゃってゲットしちゃいましたっていうやつなんですけど、テレビで、あ、セロさん初めてテレビで見た時に、あの、もう衝撃的だった。まず街中ですごいラフな格好で超絶イケメンの人が登場してきて、街中で普通に人集めてっていうシーンがね、放送されたんで、まずそれだけも衝撃だったんですけど、そこからね、トランプ1枚取ってくださいで当てるとかいう、そういう次元じゃなくて、もう渋谷の駅前のね、地下鉄入り口みたいなところの窓ガラスにバチコーンカードひっついて、サインカードが、ね、当たってたとか、それこそ本当にあの街中の看板からハンバーガー出したやつも衝撃でしたけど、宇宙人だと思いましたけどね、あの時はそれ見たのも多分中学校1年生かなと思うんですけど、もうその衝撃がすごすぎて、僕多分それをハンバーガーが出てくるのを見たのはマジック始める前で、結局マジック始めた後にもずっと毎月のようにっていうと違うのかな、でも1年に何回かそのセロさんの特番をやってたので、見るたびにその要は基本のテクニックとかを僕が覚えて、例えばトランプのマジック、あのサインカードをビッと真ん中に入れて指を鳴らすと上がってくるぞとか、そういうのを頑張って練習してやってたような内容とはもうちょっと次元が違う、パフォーマンスをずっとされてて、あの僕もずっと全部見てたわけじゃないんですけど、たまにビデオに撮って見てたりとか、生で見れた時はその時間でちゃんと見て楽しんでましたけど、本当異次元の力を持ってる人なんじゃないかと思わせてくれた、まあ今でも思ってますけど、マジシャンですね、セロさんって。で、あのこういう DVD の中ではちょっとそのテクニックだけを使ったやつとか、あの、まあ、今でこそもう、ね、情報的には分かってることとして、昔あのフィズムの大会、あ、フィズムってそのマジック界のオリンピックと言われるようなコンテストとかで、あの上位ランク、あ、優勝されてるんでしたかね、確か。あのだから実力としては本当にあの もともとものすごいマジシャンの方が、さらにこうなんかテレビでやったパフォーマンスの次元が超えてきてて、あのそこもマジックに引き込まれるきっかけになりましたね、僕は、っていう記憶があります。で、実際に僕がマジックバーに初めて入った時はですね、大学1年生の終わり、2年生だったかな、そこに入った時に、まあ、あの、前の動画で言いましたけど、前田智弘さんみたいなマジックになってたんですね、慎太郎のマジックは。で、まあ、キャラクターをいろいろこういろんなマジシャンの人を見て、あの参考にしてみるといいよというアドバイスをいただいたりとか、あとは、僕は今あの人に教えるような立場にもあるんですが、その人に自己分析をしなさいとか、人に自分がどんな風に見えてるのかを聞きなさいとかっていうのを言ったりしてるんですけど、結局自己分析をすることによって自分がどんなキャラクターなのかっていうのを自分で理解して、そのキャラクターを押し出していくスタイルでマジックをやったりとかっていうのを、まあ、あのアドバイスを僕も当時受けたんですけども、その時にあのセロさんはマジックをかっこよく演出してやってるからすごく参考になるよと、かっこよくやるならば、かっこよくやろうと思う方向も一個考えてみたらっていうことで、言われてですね、そこを意識しながら今一度見直したのが20歳ぐらいだった記憶があるんですけど、何でしょう、普通にあの
カードを1枚取ってくださいっていうだけの下りが、下りっていうとあれですけど、カード1枚取ってくださいっていうだけの話のところが、あの僕がなんて普通なんだろうってその当時自分で思って、別にでセロさんはそもそも容姿端麗かっこいいから成り立ってるんだろうと思いますけれども、やっぱりそのなんか意識してそのかっこいいんだって、やり方がかっこいいんだと思ってみると、ちょっとこうニュアンスが違ってることをやってるんだなっていうのがやっぱり見えて、物の扱い方についても、だからただ持ってるんじゃなくて、あのかっこよくなるようにちゃんとあの演出してというとあれですけど、あのしっかり透かしてるっていうとおかしいですけど、あの格好をつけてるからやっぱ格好ついてるし、かっこいい人が格好つければ格好つくんだっていうねところも分かりましたし、なんかでもそういう部分が全部リンクしてマジックってできるんだろうなって改めて思わされた記憶があります。セロさんで、セロさんについての個人的な話は、その結局ハンバーガーが出てくるとかも衝撃だったので、そんなことはできないぞと、だからこの人は宇宙人なんだっていう思いから入って、あのでも普通のマジックをされてるシーンもあのテレビの特番の中にあったりとかもして、あのね、これまたこれを言っちゃうとあれですけど、今 YouTube で見れるはずですから探すとYouTube だけじゃないんですね、ネット上を見ると多分何かしらは出ますから、今の時代あの興味がある方はぜひそれを見ることによって衝撃を受けて、マジックやりたいなとか、あこういう風に進んでいきたいなとかと思うきっかけになることは僕は悪いことじゃないかなと思ってて、あのいやそもそもアップロードが違法なんだっていう話とかがあるので、おすすめすると良くないと思いますけど、でもあのそういう部分の話があるんで、僕は何でしょう、見てみてほしいなとは思うんですけど、僕はセロさんのショーとかまた見に行けたことがないんですが、たまたま機会があってですね、そのお仕事の打ち合わせの現場にセロさんが居合わせて、ちょっとだけセロさんがその打ち合わせされてるのを聞けたことがあったんですよ。あの内容とかについては何もほとんど覚えてなくて、あのでも打ち合わせされてるんだっていうところを見れてですね、やっぱなんかかっこいいなと思って、あのちょっと次元が違うんで僕がそんな風になれるとは思ってないんですけど、でも目指すならこういうかっこいい大活躍するマジシャンになりたいなとは常日頃から思って、で自分の活動の場を何でしょう、そんな風にできないかといつもこう考えてやってます、うん、いやーかっこいいよな、どうやったらあんな風になれるんだろうな、ちょっとセロさんの番組みたいなマジックの動画を作っちゃおうかなすごい難しいと思いますけどね、いやでもなんか、うん、そんな機会も作れたら面白いかなと思ったりしております。はい、すいません、適当に紹介して適当に終わっていく感じになっちゃってますけれども、あの楽しんでいただけたらと思います。あのこんな話から楽しめるなーって、もっと楽しめると思うようなアイデアとかありましたら、ぜひあのコメントとかつけていただけたらと思いますので、よろしくどうぞ、グッドボタン、チャンネル登録などなどよろしくお願いします。慎太郎でした。イエイ。